こんにちは、チョメです。今日は後付け実況になります。すいません。フレンドさんに合流したつもりだけど、フレンドさんね、3戦ぐらい観戦してたんだけど、合流したらフレンドさんいなかった。だから野良の人たちになります、今回。ウーフーアイランド2が選ばれました。ちなみに私はコース選択はしておりません。今回なんで後付け実況になったかというと、チョメさんに必死で実況したんだけど、なんか Windows 更新アップグレードがあってから、なんかね、サウンドっていうか録音の設定がなんかおかしくなっててからね、声が入ってなかったというね。で、チョメさん今ね、どうしようか迷ってる。前に出て、行くのがいいんか、後ろでキノコとかいいアイテム取って行くのがいいかと思ったんだけど、チョメさんもコインが最初からいっぱいあったからもう前に行くことにしました。なんて言うんだろう、コインがもう集めなくていいからもう前に行こうかなと思った。このレート帯で下に、変に後ろに下がると前に出れなくなると思いました。だからもう必死に行ってます。これ落ちたね。そういえばカンスト勢の人と走った時ここ落ちたね。でももうタルウッドだから大丈夫だよ。で、これは上スティックを倒して、低くジャンプアクションをしてます。それにすることによってちょっとだけ早いと思います。これはね、ちょっと下手くそなんだけど、ここのコインの手前のところ、もうちょっと奥でもよかったかもしれない。ビーダレはいいんだけどね。で、ここは一回こうやって入って、ここでドリフト本来して、ここをドリフトでジャンプする。B ダッシュの場合、ここね、本当はジャンプアクション。ジャンプ台乗らない方がいい。左でね、ドリフト解放した方が多分早いと思う。で、B ダレの人はあそこ最後ジャンプで、ドリフトしないでもうそのまま抜けてドリフト解放した方が早いかもしれない。ここも本当はね、あれなんだよね、赤ターボ出さないといけないんだけど、チョメさんあんまり上手くないから赤ターボが出せてません。でね、この葉消費してもいいんだけど、多分もうこの距離だと消費できないと思ったから、もうこのまま行ってます。で、ここはね、ちょっと走り方がいまいちわかんない。こっちね、多分ね、チョメさん今左行ってるけど、高レートの人は多分右側に行く。確か右側の方が早いと思う。うん。だからあんま参考にしない方がいいね。まあ、最初は順調だったね、1位。で、今回の動画は多分フレンドさんは多分出てこないと思うんだけど、次の動画で4レースほど走るんだけど、フレンドさん2人います。でね、フレンドさんと走ってみて分かったのが、チョメさんのフレンドさん、うまいね。早い人が結構集まってくれてる。ありがとうございます。まあ、もちろん遅い人でもいいよ。楽しめればいいからね。だんだんいいレート帯になってきたね。こんぐらいがいいと思う。で、フランス？イタリア？左下。入ってきたね。お任せを選びましょう。メイプルツリーハウスが選びました。ここね、多分ね、チョメさん実況では、一番、マリオカート7で一番長いコースが選ばれましたって多分言ってると思う。多分一番長いよな。間違ってたら恥ずかしいんだけど、多分ここは一番長いと思う。でね、今ね、なんか、右側から行くか、左側から行くかっていうのをね、多分実況してる。後付け実況って大変なんだよね。とりあえず、チョメさんこれね、順位調整もできるし、右側行けばいいと思う。右側行くと、5位ぐらいでいいアイテム取れるから。でもね、今メリオに押し出されました。軽量の弱点です、これは。キノコ3つ取れたね。いい感じだね。うん。これで1位とか前に出れたらいいんだけどね。どんどん。で、こうやってね、イン通っていきますね。ここもね、ギリギリまでインを通ります。ここ。ここでドリフト解放していきます。花ちゃんがちょっと嫌な位置にあるな。だからちょっとキノコを使います。一個だけね。ちょっとね、前が不穏なんだよね。ヨッシーとか、バナナ見積もってるから警戒しないといけないんだけどね、こことか。で、こことか怖いのがさ、のこのこと、ヘイホーがさ、赤コーラとか引くのが嫌だ。あ、これは無理ボム。これ待てばいいんだけど、ちょっとね、ちょっと反応できなかったね、チョメさん。雷がある。ここね、まさかね、ここで使ってくるとは思わなかった。ちょっとね、びっくりしてね、スタートダッシュっていうか、ジュゲームダッシュもミスってます。うん。もうちょっといいところで使うかなと思った。で、トゲが出たので、多分前が渋滞するでしょう。だから、チョメさんはスター保持で行きます。前に。で、サンダーっていうのは、一回出たら40秒やったかな？次に出るまで時間があるんだよ。で、前が赤コーラだから、のこのこ赤持ってたからね、ちょっと巻き込まれないようにもスターは使いました。でも、これでもう前に出ると覚悟しました。うん。もうね、どんどん前に行きますもん。
トゲが一回当たっても追いつけないような感じで、で今はちょっと青ターボが出せなかった。でこれはちょっとコインが足りないからコインを回収します。本当だったらもうちょっとインを通ってもいいかも。で坂道なのでジャンプしてちょっとだけ早くしてます。でちょっと念のためにバナナも置いて、ここでもうあのコインは取らないでくれ。で着地しながらドリフトしていってる感じ。ここもね、こっちより真ん中の方が早いのかもしれない。チョメさん、にわかだからさ、あの、偉そうに言っとるけどさ、そこまで上手くないからね、あの、感想性とか上手い人に聞いた方がいいと思う。うん。とりあえず、売名しとるよ、チョメ YouTube って。これで一緒に走ってくれた人が見てくれるかもしれないっていう淡い期待と。でも狙われる危険性もあるけど、まあみんなで楽しく走りたいっていうのがチョメさんの言い方だからね。で、こんな感じで、ね。で、これちょっとピンチだから左、ちょっと遠くなるけど左に行きました。ここはもういいかなと思って。ここも本当赤出したいんだけどな。で、ここはもうコインがあるけど、ちょっと下手だったね。今、ちょっとブレーキドリフトミスったのバレバレだったね。上手い人から見たら。うん、なんかね、ブレーキドリフトがうまく、なんかできてないね。うん、これはね、もう普通に、あの、行こっかなと思ってる。でも、こんな感じで、あの、平和に後半はレースが終わりました。だからね、まだ1万ぐらいのレート帯だったら、あの、前に出た方がいいのかもしれない。あの、下手に真ん中におると、あの、潰される。っていうか、あの、チョメさんね、高レート帯のね、戦略が通じないっていうのがね、改めて分かったわ。高レート帯だったら、あの、2レースまで後ろ走ったりとか、5位につけたりとかしても、みんな早いから、大丈夫なんだよね。でもこのレート帯だったら、あの、前と後ろに差ができちゃうから、なるべく前に行かないと負けちゃうっていうのがね、改めて分かった。うん。お、3万の人が入ってきてくれたね。ここ何？デンマーク？あ、ま、あ、余計なこと言うのやめとこう。間違っちゃったら最悪だわ。みんな、で、ここね、チョメさんね、みんな選ぶからさ、あ、みんな好きなコースがあっていいねっていうのを多分実況で言ってるはず。もったいないな。今度から20度にしようかな。あの、声とゲームオンと。うん。ゲームオンはまあ録音できんでもいいわ。後付けにするから、ゲームオンは。っていうか、いいよね。いろんなキャラクターが見れるって。あの、7万とか5万とか上になったらもう全員メリオビーダレになるからね。あの、このレート帯だからこそいろんなカートが見れて、いろんなキャラが見て楽しめるっていうのもあるかもしれない。でもチョメさんやっぱメリオベアが好きだな。みんな早いから。で、ここも迷ってるね。あの、前に出た方がいいのか、最初。1レース目。あ、最初前に走っても、チョメさん軽量級だから、あの、なんて言うんだろう。独走できないから、このカート。だから、あの、トゲとか来たら終わっちゃうから迷ってるけど、まあ、コイン回収のために前に出ようかなって感じで。で、ここもね、インをつきます。こんな感じで。あまり上手くないけど。で、後ろが、あの、ヨッシーが赤さん引いたからラッキーと思ったんだけど、なぜか外回りをしてると。ここ赤で消されるからね。で、この兵法もすごいんだけど、あの、ボム持つでしょ？後ろ赤でしょ？後ろ赤なのに投げてくるという。なんかね、不思議なプレイでね、チョメさんね、困惑してる今。まさかね、ボム投げて攻めてくるとはね、この兵庫がね、ボム投げてくるとは夢にも思わんかった。あの、後ろのヨッシーが赤コーラ持ってたから、それに使おうと思ったけど、両方、で、こっち左側まだまだ走ったのに、あの、尻尾で当てられました。もうちょっとね、右側のインを通ると思ったんだよ。これは赤で消せますね、この壁があったから。だから、ここの辺のレート帯の、ライン取りがわからない。わざと外に回ったんだけど、あの、ヘイボも外に回ると。で、ヨッシーのボムが怖いから今ね、あの前のヨッシーのボムを警戒してます。後ろ潰してもいいんだけどね。どこでボムを置いてくるかなって、ちょっと右に寄ったりとかね、左に寄ったりとか今してる。まあね、なんとか避けたね。うん。うまいよね。ど真ん中置いてきたわ。うん。あのまま突っ込んでたら落ちてたわ。うん。で、これもね、ちょっとね、甲羅。でもね、この甲羅持って、で、あの、キノコ保持っていうのはいいんだけど、下見たらサンダー引いたから、もう甲羅はすぐ捨てます。甲羅持ってたら、サンダー使われた後、自分の甲羅で被弾しちゃうからね、すぐ捨てるのがいいかな。後ろが赤持ってたら捨てれないけど。うん。で、これはね、もうトゲが来たら勝ちだなーとか多分実況で言ってる。で、トゲが来ました。で、この距離だから多分止まらないと思うから。でね、この兵法に今ね、デスコンをしようか、デスコンをしまいか悩んでるところ。
でもなんかね、やっぱりね、トゲがなかったらさ、あの1位の兵法の人に勝てなかったんだよね、チョメさん。だからこれはデスコンはしません。潰しません。こうやって勝つ、あの行く、あのトゲがなかったら勝てないからね。だからデスコンはやめた。デスコン戦でも勝てると思ったから。あの早い人とかまだ2レース目とかだったらデスコンするけどね。さすがにチョメさんそこまで鬼じゃないわ。3万の人早かったね。そこそこ3万で兵法って珍しいね。自分の好きなキャラとカートがあるって素晴らしいね。あ、だからって言ってメリオビーダレがあれよ、あのなんて言うんだ、みんな同じとか言ってるわけじゃないよ。メリオビーダレ、あの極めてる人たちだから、チョメさんメリオビーダレでも早い人は好きですよ。大好きですよ本当に。最後はこのメンバーになります。チョメさん後付け実況でもう12分30秒ほど話してるわ。で、実況もう合流前から話してるからもう30分くらいも喋り続けです。で、8レース走ったかね。最後どこだっただろうかな。あー、スーパーファミコンレインボーロードか。チョメさんね、多分ね、ここ苦手なんだよね。軽量で落とされるし、多分ね、もうね、階の方、下の方をね、覚悟したね、これは。実況でも言ってるはず。しかもコイン0枚だからさ。まあ、とりあえず前に出てコイン回収して真ん中が潰れてくれたらいいなーって願ってるわ。で、ここは赤出す。なんとかして。ここも赤出したい。ここでコインを回収する。こんな感じで。5枚。とりあえず早くコインを回収して、なるべくあの、速度の差をね、埋めないとね。で、ここまで来たらいいなーって思ってる。なんで前に投げたんだろう。まあいいや。で、後ろが、あの赤引いてないのを確認して、木の葉は早めに消費しておきます。邪魔だから。で、あの木の葉を使いながらドリフトしてます。今、木の葉使ってドリフト。あの、ジャンプアクションする手間が省けるんだよね。こっちの方がちょっとだけ早いと思う。いや、にわかだからさ。にわかっていうのかな。あんまり詳しくないから。こうやってジャンプアクションするとちょっとロス、あんま変わんないのかな。まあ、そんな感じで今解説してる感じ。あの、カンスト勢とか、あの、プロの人おったら教えて。どっちが早いのかわかんない。チョメさん的にはコノハ使ってやってるけど。これはね、着地ドリフトをして赤ターボを出そうとしてる。あのね、あのジャンプアクションして着地と同時に、あの、着地をし、あの、と同時っていうか、そんな感じでドリフトしてる。なんて言うんだろう。あの、ジャンプしながらドリフト、ハンドル切るんじゃなくて、ジャンプした後着地をすると寸前にドリフトしてる感じの。やつをやってるんだけど、なかなかうまくいってないという。うまい人が見たら、チョメさん下手くそってバレちゃうというね。そんな感じのレースをしてますね。チョメさんね、1位で独走してるつもりだけど、これカンスト勢の人たちが見たら、あ、まだまだやなって思われとるからね。で、これで最後終わりね。あ、では後付け実況終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメ。次の動画もね、あの、声が取れてないから、チョメさん後付け実況すると思います。失礼します。